アルビン・グレン・デイビスは MLB、NPB の元選手。ポジションは一塁種。アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド出身。ニックネームはミスター・マリナー。1982年の MLB ドラフトでシアトル・マリナーズから6巡目に指名を受け入団。1984年4月11日のボストン・レッドソックス戦でメジャーデビューし、 デニス・エカーズリーから3点本塁打を放つ。4月13日のミネソタツインズ戦でも9回に、ロン・デイビスから同点本塁打を放ち、球団史上初めてデビューから2試合連続本塁打を記録。新人ながら、オールスターゲームにも選出される。152試合に出場し、打率、284.27本塁打、116打点の活躍で、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。1980年代中盤以後、当時低迷していたマリナーズにあって4番を打ち、ミスター・マリナーのニックネームで人気者であった。1987年には自己最多の29本塁打を記録。1990年以後は、指名打者での出場が増える。1992年にカリフォルニア・エンゼルスに移籍するものの、 開幕から40試合の出場で解雇となる。同年シーズン途中、ジェシー・リードの不審により、外国人選手を探していた近鉄バファローズに入団。しかし、衰えは隠せず、シーズン終了を待たずに解雇された。引退後の1997年、デイビスはマリナーズ栄誉の殿堂入りした。ありがとうございます。